おはようございます。PEMS、フェムズ、リッスン EVOA、日本語、英語リスニング教材サイトです。韓国のサムスン帝国の相続人は刑務所入りを回避します。VOA ニュース、2020年6月9日、韓国の裁判所は、論争の的となっている合併に関連して、伝説のサムスングループコングロマリットの相続人の逮捕状を却下しました。検察は、サムスン電子の副会長であるリー・ジェヨン氏が、2015年にサムスンの2つの関連会社である、サムスン C&T と、リー氏が筆頭株主でもあるチェイル・インダストリーズを合併したことによる株式操作と違法取引を非難している。彼はチェイル・インダストリーズの価値を高め、サムスン C&T の価値を下げて、合併した会社に大きな持ち分を与えることを求めたと伝えられています。これにより、韓国最大のコングロマリットの管理を強化し、病んでいる父親からの移行をスムーズにすることができました。父親リー君氏は2014年に心臓発作を起こしました。しかし、ソウル中央地方裁判所は火曜日、検察がリーに対する彼らの調査で十分な証拠を集めたが、彼を拘留することを正当化するのに十分ではなかったと判決を下しました。51歳のリーは月曜日に裁判所に到着したが、9時間続いた審問のために拘置所で決定を待っていました。サムスンは先週、医師に対する主張を否定する声明を発表しました。検察はまた、シェイル・インダストリーズの子会社であるサムスン・バイオロジックスの価値を膨らませたとして非難しました。リー氏はまた、2015年の合併に対するパク氏の指示と引き換えに、当時のパククネ大統領の機密保持者に賄賂を送ったという元の2017年の有罪判決の再審議を待っています。パククネの大統領ポストからの追放を余儀なくし、最終的に刑務所に彼女を追いやったスキャンダルです。リー氏は控訴裁判所が刑を停止する前に1年の刑期を務めたが、韓国の最高裁判所は昨年下級裁判所の判決を覆した。以上です。ありがとうございました。リッスン EVOA でした。